昇格図法とは、地図投影法の特徴及び分類の一種で、どの点のどんな角度であっても、地図上に正しく投影される。すなわち、地球表面から地図への写像が、等角写像になっている投影法を指す。地図投影法における、昇格性とは、小さな図形であればどんな角度であっても、元の図形と同じ角度で、地図上に表示されることを意味する。従って、小さな図形であれば、 地球上での実際の形と地図に投影された形とがおおよそ相似になる。また狭い範囲の中であれば地球上で長さが等しい図形は地図上でも長さが等しくなる。つまり狭い範囲で見れば等頂写像で近似できる。これを低層の指示楕円で見ると正しい円が表示されていればそこで昇格になっている。多くの地図投影法では図法を定義する。 中心点や標準線の近くで昇格になる。しかし図法の中心から外れると形が歪む場合がある。ここで言う形の歪みとは平行四辺形状に傾けたり縦だけ引き伸ばしたような歪み方である。すべての方向に均等に拡大したり回転しただけのものは相似であり形の歪みには含まれない。昇格図法とは地図上のすべての点で 昇格性が成り立つ投影法である。つまり、地図上のどの点でも、小さな図形であれば、地球上の図形が正しい形で描かれる。小さな図形の中であれば、長さの比なども保存される。低層の指示楕円で見ると、すべてが正しい円で表示される図法である。しかし、あくまで、小さな図形であればであって、大きな図形でも、正しい形で投影されるとは限らない。 そもそも球面上では3つの角がすべて90度である正三角形もあり得て、これを正しく地図上に描くことは不可能である。昇格図法でこの三角形を描けば3つの角がすべて90度ではあるが辺が曲線になる、または無限円点を含む形になる。赤道も北極の周りの円とも、 地球周囲のまっすぐな線とも見ることができるが、一枚の地図でこれらを両立して描くことはできない。また、昇格図法では、小さな図形における相似性はどの点でも保たれるが、拡大率は各点で異なってくる。地図上の場所による相似比の違いが昇格図法における歪みの原因である。低層の指示楕円で言えば、昇格図法ではすべてが正しい円になるが、 円の大きさは場所によって変わる。地球面すべてを描く場合は、拡大率が無限大になる点が現れる場合もある。昇格図法では、角度が正しく保たれることから、経線と遺線が直行する。しかし逆は言えない。赤道を標準遺線とする円筒図法は、経線方向の拡大率と、遺線方向の拡大率が異なる場合があり、この場合でも、 軽線と異線は直行するが、他の角度は保たれない。パースクイーンカンシャル図法における低層の指示楕円。経度の方向をわずかにずらしており、得意点を含む4つの円だけ歪みが大きい。地形図など精度が要求される場合、地球を玉ではなく回転楕円体として扱う。まず回転楕円体面から球面への等角写像を行って、 その上で球面から平面への昇格図法による投影を行う。横メルカトル図法の場合は、四五千個帳を保存するガウスクリューゲル図法を用いるのが現在では一般的である。昇格図法を複素平面上に描くと、二つの昇格図法同士が生息関数による変換になっていることが多い。例えば弊社図法を複素平面上に描いて、 複素対数関数で変換するとメルカトル図法に複素関数としての類状値で変換するとランベルト昇角円水図法にメビウス変換で変換すると図法中心を変えた弊社図法にある大円関数の逆関数で変換するとパースクイン関ンシャル図法になる。係数を微調整した複素多公式で変換し縮尺係数の変化を部分的に抑えたのが GS50 図法である。 地図上のどこであっても狭い範囲であれば、形や長さの比が保たれるという性質から、中縮尺や大縮尺の地図の多くで、昇格図法が用いられる。昇格図法以外であっても、図法の中心付近の狭い範囲だけを利用すれば、ほぼ正しい形で描くことができる。しかし、そのような地図を複数貼り合わせると地球の丸みを復元してしまい、一枚の平らな地図にはならない。 複数枚から小縮尺の地図を編集する、2枚の地図の境目を中心とする新しい地図を作る、中心から外れた部分だけを拡大する場合などには、新たに投影し直す必要がある。一方、ネット上のシームレスな地図は、実質的に1枚の巨大なメルカトル図法だが、その一部分を拡大して使うことで、昇格性を保ちながら連続したスクロールを可能とし、 どの地点を中心に持ってきても昇格な地図になる。ただし、離れた2地点の間で、長さや面積を比較する際は、注意を要する。ユニバーサル横メルカトル図法や日本の平面直角座標系、フランスのランウェールシステムなどは、縮尺変化とシームレス性の折り合いをつけた図法と、言える。GS50 図法における、縮尺係数の当治線図比較的小さな縮尺で、 あっても、海図や航空図のように進行方向の角度が重視される分野では、昇格図法を用いる。天気図における気圧のように、分布だけでなく、勾配やその方向も考慮する必要がある場合にも、昇格図法を用いる。世界地図レベルでは、場所による縮尺の違いが大きい上に、無限大になる点もあるので、他の図法が使われるケースも多い。それでも、東半球と、 西半球に分けた弊社図法、北極、南極に発散点を置いたメルカトル図法など、昇格図法の世界地図も歴史的に見て多い。比較的広い範囲を昇格図法で描くと縮尺の変化が大きくなるため、長さや面積を単純に比較することが難しくなるが、経緯度線があれば、4、5千個帳1度イコール約1 1 1トルを手がかりにするなど、 比較する方法はある。昇格でない場合は、同じ地点にある、同じ長さであっても向きによって、地図上の長さが変化するので、このような比較もできなくなる。赤道基準のメルカトル図法や国中心の弊社図法ならば同緯度で、同縮尺になるので、緯度別のスケールが示されていることも多い。射軸昇格円錐図法など、縮尺係数の変化の仕方がわかりにくい図法では、 縮尺係数を示した補足図を入れる場合もある。ありがとうございます。